平和と公正をすべての人にというキャッチが書いてありまして、はいはい、でその中で、この中で持続可能な開発に向けて、あのサスティナブルですね、はい、に向けて平和で公正的な社会を推進し、そしてすべての人に司法ですか、法律へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある制度を構築するという、はい、なんかこう難しいことが書いてあるんですけれども、はいはい、かいつまんでというか柔らかく言うとどんな感じですかね。はい、そうですね。かいつまんでるとですね、はい、やっぱり皆さんがこう安心してですね、はい、参加できるような平和な社会を作りましょう。うん、そういったところがまず目的になってますね。はい、でもう一つですね、その公正な法律に基づいた暮らしをっていうことなんですけれども、はい、なんかまあ公正、みんな平等ですよと、でちゃんとまあ悪いこともいいこともたくさんあると思うんですよ。はい、まあ、それをですね、はい、誰が差別してると、はい、お前はこれだからか。っていうふうな考え方ではなくて、はい、ちゃんとしたルールのもとでみんなで暮らしていきましょう。そうですね、はい、日本だと法律しっかりできてますけど、まだ他の例えば途上国とかですと、はい、法律があまり確立されてない。確立されてない。そうすると、ね、はい、何でもありというかルール無用になってしまうというか、はい、そういったことで例えば戦争が起きたり、はい、犯罪が起きたり、はいはい、そういったことが残されているので、それを地球規模みんなで解決するためにはどうしたらいいか。それがですね、やっぱりその中の一つとして、やっぱ地域や国、世界といったあらゆるレベルで公正な司法制度を利用できるようにしようと、はい、いうことですね。あの開発途上国の方も先進国の方も、はい、お国柄とかってそういったところで公正さを失うことではなくてですね、はい、みんながそういった制度を利用できるようにしましょうと。そうですね、はい、ちょっと世界の状況を数字で見ていきましょう。はい、お願いします。はい、まずですね、この紛争、まあ、要は戦争ですよね、はい、特にあの内々で起きている内紛ってやつですかね、はいはい、内紛、こちらの方で、はい、影響を受けている国や地域に暮らしている子どもたち、これが、地球全体で言いますと、まあ、2億4600万人から3億5700万、まあ、ちょっと振り幅あるんですけれども、はいはい、まあ、調べた年数なんですが、はい、だいぶ多くいます、はい、だいたい子供だけのこの割合で言いますと 5,6 人に1人ぐらいは、戦争の地に暮らしている、はい、ということです ね。子供たちが影響を受けるとしますと、子供たちをこう若くして兵隊さんにしちゃうですとか、はい、ゲリラですね、はい、子供兵にされたりですとか、あとはあの女の子なんかは、若くして無理やり結婚をさせられてしまうというような事実もまだ残っているということです。このあたりも、じゃあすごいこう遠い国の話ですけれども、じゃあ実際自分たちは、私たちは何ができるのかなというところも今日考えていただけると一ついいですね。難民の数、はい、こちらは、世界の難民の数は7950万人と言われておりまして、これは世界の人口の 1%、 つまり世界のみんなで100人に1人が今も悩まされているんです、うんうんうん、はい、なかなか日本ってこう難民ということにこう、はい、なんていうんですかね、関係ないっていう話も変なんですけれども、はい、やはりどうしても日本は海で囲われている部分がありますので、はい、すぐこう身近に感じるものではないと思うんですよね、難民というものに関しては、はい、ただですね、陸続きの国であったりとか、はい、もう隣がもう違う国ですよ、はい、まあ、今ここで戦争をしても逃げる場所がございませんと、はい、いう風になってくるとですね、はい、やはりいろんな人たちがこう意識を向けやすくなると思うんですよね。そうです。もちろんその日本からじゃあ何ができるのかということで、まあ、多分こういったところにも水や食べ物、物資支援を送ったりですとか、はいはい、そういうことで、間接的に支援しているということあると思うんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、この例えば難民キャンプにおいても、私たちは何ができるのかなというのも考えていただいてもいいかな。紛争がこう絶え間なく起こっているような地域で子供が生まれてきても、この出生登録されていない子供たち、はい、まあ、5歳未満でですね、はい、が、この世界でですよ、はい、4人に1人だと言われてるんですね。これ戦争起きてない関係なくてだと思うんですね、うんうん、はい、途上国の人たちは、そうなんていうんですかね、なんか面倒くさいからするしないとかいう判断で、まあ、その多かった意見がですね、この出生届出す場所が家から遠かったので行かなかったですとか、はい、あとは出生届が必要だとわからなかった、はい、これは法の整備が緩いからだと思うんですよ。
はい、しっかりとやらないと罰則が起きますよとか、うん、あとその法を知ってもらってない、うん、はい、あ、質の高い教育にもつながると思うんですけれども、そういったことがここの問題になっていると思うんですよね、うん、知る機会が得られなかったりとかですよね、はい、そうやってね、いろいろとこう法司法のもとにですね、いろいろルールのもとにこう法令遵守していくんだと思うんですけれども、はいはい、こちらなんですけれども、先ほどは戦争や、差別、あとは司法ですね、法の整備のお話をしましたけれども、日本の取り組みの中では、発達障害者の方々が、他の人からの考慮を受けてもらうことですとか、あとは就労支援とかそういった支援を行ったり、そういった、運動活動をされている企業さんが結構あります、はい、例えばそうですね、私が知っているパン屋さんもそうですし、はい、そういったところでの取り組みも立派にこの SDGs16 番に、目標として達成できる一つであるという、はい、いいところだと思うんですよね、はい、この政策っていうのを常に、はい、前向きに捉えていくのが、はい、いいところなんですよね、はい、あくまでその障害があるからという考え方ではなくて、はい、一人の人として、はい、まあ、できるできないはまた別だと思うんですよね、はい、能力が高い低いというのはどこの世界でも確かにあると思うんです、まあ、そうですよね、はい、ただですね、はい、それによって不当な扱いを受けない、皆さん公正で、はい、あるそういったところをですね、はい、重点的に重きを置いているポイントだと思うんですね。なるほど、はい、企業としてもやっぱりそういったところに目を向けていくのはすごく重要なことだと思います、はいはい、日本には様々な NPO、そして、国際協力 NGO センターがあります。はい、大体400以上あると言われているんですが、この人たちが、SDGs に貢献している、まあ、NGO とかなんですけども、その人たちがこう活動しやすいような政策環境をこう目指してサポートしてあげる、支援してあげるという動きをしている別な団体から、はいはいはい、持ちや持ちやじゃないですけれども、得意なことは得意な人に任せて、はいはい、それを支援してあげるという先進国の中同士での、支援、試合というのもこの、SDGs16 番に一枚関連ですね、はい、やっぱり知識や経験の上位っていうのも、はいはい、SDGs の中であることだと思うんですよ。やはり開発途上国で法整備がされていないと、うん、そういった団体もない、まあ、団体が例えばあったとしてもなかなか活動できない状況であると、はい、そういったところにですね、はい、目を向けてルールを作る、私たちはこういうルールでやっていますと、はい、やはり宗教的な問題もありますし、いろいろなところで全てを均一化というのは無理かもしれないんですけども、やはり私たちの国、先進国ではこういうふうに言ってますよ、はい、そういう知識や情報や経験というものを譲渡し合っていく、共有し合っていくっていうのもやはり公正な、平和と公正を全ての人にというところに、必ず絡んでいく、関わっていく部分ではないのかなと思います、はい、じゃあ最後3つ目お願いします。こちらの方もですね、一見して、他の番号には見えるとですね、リユースなんで、はい、使う責任と作る責任になってくるかなとも思うんですが、こちらの方ではそういったリユースしたもので利益を得たら、その利益をもってこの海外支援を行っていたりする NPO への支援をさらに行う、これもより具体的な、行動が書かれているんですけれども、はいはい、やはりどうしても先進国側からですと、金や物資の支援というのが一番最初に来てしまうんですけれども、それをあえて、何らかのその持続可能な流れの中で捻出するというのが非常にいいかなと思いまして、はいはいはい、お金持ってるからだよではなくて、それもちゃんと、まあ、リサイクルなんですけれども、そのサイクルによって持続可能な運動の中で生まれたお金をさらに持続可能なものに投資をする、はい、支援をする、はい、これも素晴らしいなと思うんですね、はい、そういったものを続けることによって、はい、持続的に、はい、この世界が良くなっていくというところの見解もありますよね。そうですね、はい、ここでは具体的にそういった子ども兵の社会復帰のための支援を行ったり、うんうんうん、あとはですね、昔よく聞いたんですけれども、地雷撤去の支援、地雷の、はい、今も止まっているものを地元の人が間違って被害を受けないようにというのに支援したりしているみたいで、はい、まあ、これも SDGs16 番の一つかな、ね、私たちにできることをちょっと考えながら今日のまとめとしていきたいと思います、はい、はい、では、16番について考えてまいりましたけれども、はい、そうですね、いろんな話が出ましたが、
かこう印象に残ったこととかあります？そうですね、私たちでいきますと、ね、私たちにできることはこういうことですけれども、やはりですね、この平和と公正を全ての人にという項目なんですけれども、こちらはですね、開発途上国の人たちがですね、なかなかそういう公正な立場で人と対話することができない、司法の制度を利用することができない、そういった人たちをこう救うためにできるものでもあるんですね。ですからですね、この私たちが今こういうふうに話していることが、世界であったり国であったりとか、スケールが大きなものになってしまっているんですよね。ただその中でですね、じゃあ自分何も関われないかという話ではないんです、やはり先ほどお話もしましたように、募金もそうです、寄付もそうです、そういったところをまず現状を目にすることを目にして、で自分の周りの仲間の人たち、友達、人種差別のないように、隣に例えば違う国の人がいても、どこから逃げてきた人がいたとしても、みんな公正に扱うべきとか、みんな公平に、一緒になってやっていくことっていうことが、まず第一に必要なことなのではないのかと。そういったことはですね、その国とかそういったものも関係なく、私たちでも、一般の人たちでもできることも16番なのではないのかなと。そうですね、まずは現状を知ることですね、そしてできること、まずは微力かもしれないけれども、ちょっと寄付やそういった支援を始めて、最終的にはもう現地に行くぐらいの、そうですね、大きい人になってください、